はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。ちょっと投稿くれましたが、フルフリ極限、超極限 Z 覚醒させましたということで使っていきます。3単ディフェンス上昇の、ご存知の方も多いと思うんですけども、まず見ていきましょう。アタック 150% アップ、必殺技発動時にさらにアタックが上がってディフェンスが上がると。で、受けるダメージ 50% 軽減なんですけど、登場から5ターン目以降、ターン計画ごとに自身のダメージ軽減率が下がっていきます。下がらんでええのにな。なんで下げるん？まあフルフリだからっていうところあるかもしれんけど、要するにまあ5ターン目以降はちょっときついですよっていう風な感じかな。うんで、1番目にいる時ディフェンス 150% のアップの、まあそこをここでダメージカット 30% アップっていうのがあります。で、23番目でアタックディフェンスが上がる。で、HP が 150% 以上の場合必ず必殺追加発動。 50% 以下の場合か、長距離の敵を攻撃すると必ず会心で、極み系の敵を攻撃するとき全属性効果抜群で、純粋サイジンのときアタックが上がるという風になってます。まあアタック値を純粋に上げるなら2番目配置とかでいいんだけど、そうなってくるとディフェンス 150% まあダメージカットがなくなるんだよね。そう思うとどうかっていうところはあるんですけど、まあまあやっていきましょう。一応虹です。リンクレベルは真ん中ぐらい、左から2凸虹虹虹、無凸1凸無凸です。はいまあ一応ボスキャラ持ってるんで、ボスキャラ携えながらやっていくっていうのが一番ベストかなと思って、こういうメンツにしましたということでやっていきましょう。相手は身勝手悟空純粋サイヤ人なんでね、狙っていければなとは思うんですけど、並びはまあ悪くはねえぐらいよくもねえけどな。でもフルフリボスキャラ発動できねえんか。次のターンだなボスキャラ発動するとしたら。でもそうなるとジャネンバと一緒にいたかったなね。それかいやジャネンバだな。ジャネンバと一緒にいたいわ俺。ジャネンバ好きただ今回フルフリ界だからな、あんまりずらしたくもないし、難しいとこだよね。めちゃくちゃ言ってんだけどごめんなさい喉が。ただ普通の状態で上がるっていうわけではないので、そこが注意か。シューおりー勝てえな本当に。まあこっちが先制守りできるからブロリーケツに回ってもらおうかな。めっちゃ頑張るやん。仕上がってもうたかな。もうどこまでフルフリちゃんが頑張れるかわからんけど。お、来たよ。どっちを引くか。はい、いらっしゃいませー。強っ。そうそう、こういったメンツにしたのは本当にボスキャラ持ちをちょっとでも入れようかなと思って、今回こういったメンツにしたんですよね。制御不能かつ、まあ、ボスキャラも持ってるっていう風な感じ。フィールドスキルに関しては、まあ、そんなに反映されないけどダメージは上がるから、与えるダメージは微妙やなこいつ微妙やなステータス。まあ打ったら上がるから、まあ1番目にいる時は素でディフェンス上がるわけですよ。どうなんすか。でも素でディフェンス上がるっつってもさ、必殺発動時に上がるタイプなのにさ、そんな意味なくないって思うけど、わかる言いたいこと。必殺発動時にだってディフェンス上がるじゃんか。もともこも先制で受ける場合ってさ、ディフェンス 150% アップだけだぜ。いや 300% あるんか。いやないわ 150% だけだ。必殺発動時に上がるから。なんやこいつちょっと待てよ。そうないから、そうなんだよね。苦行だね。とりあえず打つか。これどっちフレンド俺バハハハじゃないよ。フレンドか。フレンドだったらいいや。フレンドもどっちなんでこっちでいきます。さあ見せてくれフルフリよ君の火力を。でもね全画とかないから、そうなってくるとちょっと辛いんかな。難しいね。あざすあざっしゅ。これだからブロリーはやめられねえ。そんなでもどうなんだろうね、火力次第かな、この火力。ああでも火力は高いわ、刺されば会心出ればだけど、会心出せでねー、まあ、火力はあるなー、まあ、序盤は 50% カットあるけど火力はあるよ、火力はある、火力は素晴らしい、うん、それは認める、すこぶる認めますわ正直。ただこれだけは言わさせてくれ、なんかな、アタック値が無限上昇するわけじゃないんだよね、ぶっちゃけると。ディフェンスが上がるだけだから、まあ、2000万の火力を安定してずっと出せれるっていうんであれば、うん、いやこれ判断むずいな弱くはないけど、いやでもそうだな、守れるっちゃ守れるもんな。でもその守りが微妙なとこがあって、まあ、ダメージカット、まあ、50% あって最初ね、まあ、追加で 30% があるわけじゃないですか、まあ、そこはいいとして、ターン経過してダメージカット率が下がった場合、これやばい。あーナイス下がった場合っていうのがどうなんていうところがある。だからそこまでは別に初手配置でもいいっていうことか。そうなるよね。うん、そうなるね。ダメージカット率が下がってなければ初手配置ありなんだけど、下がった場合初手配置しちゃうとダメージカット 50% プラス元のディフェンス 150% ぐらいしかないんだよね。それどうなんっていうところがあるじゃないですか。でかといって2番目配置しちゃうとダメージカット 20% だけ。ただまあ必殺発動時にさらに 150% 上がるから、ディフェンス値は安定していられるっていうところはある。わこれむずいな、これむずいわ。でもほんまにあ、ミスったやん。普通にミスったわ。どう思います皆さん。まあ、強いか弱いかっていうと、まあ、強いんだろうけど、めちゃくちゃなんか使いづらいな。そうなの、そこなんよ。使いづらさが出てる気がする。だよね。なあ火力あるんだよな、ただっていう感じなんだよな。サポートキャラでもねえしな。むずいっす。どうなんだろうね。5点薄よりは弱いかな。おい予見かい。 OK、 配分よりも弱い。じゃあこれ一応打っとこっか。今までの超極限の中だったらそこを食うと同じような感じかな、俺の印象だと。むずいな。ブラックよりはいいんかな。ブラックよりは良さそう。ブラックはだってダメージカットなかった気がするんだけどな。ブラックよりは当たりやけど、ランキングむずいな。対分よりは低いですよ、純粋対分は。あれは低い。あれよりも低い。あれだってサポ強いし、ダメージカットあるし、ちゃんと。でしかもそれが落ちることないから、あ、最初受け性能ちょっと微妙だけど、ようやく本来の並びと。でこっから下がっていくから、5ターン目以降でしょ。うん、だからここから下がっていくもんだと思っていいってことですね。だから次出てくるときは多分マイナス 30% ぐらいされて、ダメージカット率 20% ぐらいになってるから、まあそこで初手配置する場合は相手の先制攻撃がなかったら全然いいってことだね。そうすればディフェンス値も上がった状態で相手の攻撃を 50% で受けることができる。そういうことだよね。多分こいつが言いたいの。もう一発。ゲセのどんな感じや。いやでもまだダメージカットは下がってないで、ディフェンスもしっかり上がってると思うんだけど。えぐー、絶対許しません。やっていきましょう。とりあえず一旦登場だったんで、あんなに食らうと思ってなかった、とりあえずこのターンまでダメージカットがあるわけだから、ここちょっと初手配置してみたいですね。もう今回絶対やられへんからな。絶対許さんわ、ほんまに許さん。初手配置の時にどれぐらい火力落ちるか、一応2000万ぐらいが普通に出るんですけど、まあ、今回どれぐらい出るかちょっと見てみましょうか。あ、いけたいけた。これ怖いな、復活こっちないんだよね。あ、落ちるな。500万ぐらい落ちるんか大体。そうか、まあでもディフェンス値上がるから、まあ、こういった場面では強いんだろうけど、必ずしも相手は後攻で攻撃してくるわけじゃないし。そんなん言うたら終わりやけど。はい、OK。これは大丈夫でしょ。打ってこいよ。打って今回。ここは打ってきてほしかったな。かといってあれだもんな。こういうのをフリーザーで染めるっていうのもなかなか難しい話だよ、ね。ちょっと追いついてない感あるもんな。難しいな。まあそう思うとナメック星編の極限、その1億のダウンロードだっけ、あれめちゃくちゃ期待したいんだけどね。さあぶっ飛ばすぞ。これは貴様をぶっ飛ばすものだ。絶対にぶっ飛ばす。死んでもぶっ飛ばす。これでいきます。ブロリストーよけんな。ひるむんや。あ、回避してもアクションブレイク入るんや。これ初めて知った。削れ削れ、なんだ倒してくれても構わんぞ。はい、ダメージカット全があるんで絶対に守れる。多分俺の予想9万ダメージ。全然いいや。9万じゃない。9万じゃなくて9万の1000分の1くらい。げんこつからのゲロッパ倒してくれてええぞ。で次からダメージカットが下がるんだよね。ってなるとこれはでも復活欲しいな。80万食らったからな、怖いわ。そう、80万食らうとねちょっと怖いわやっぱり。あれ、あ、そっかボスキャラないんか今。まあ火力上げていこうか。まあ最悪死んでもね、最悪死んでも復活がある。そう思うとブロリー安心。安心できる。そっかボスキャラないから発動しねえな。ボスキャラリンクレベルマックスだったら常時発動できるんだけど、強力なリンクになるんだけど、難しいね本当に。俺に殺されるべきなんだ。もう一発。ただ2000万が連発で打てるのはでかいよ。あ、連続攻撃に振る。おーい、またかよお前。こっちダメージカット下がったばっかやぞ。やばいんじゃんこれ。やばいな、やばいなこれ。これやばいって。こいつやばいって。ごめんけどダメージカットと併用したら守れるかなぐらいかな。いやなんかね、なんかなーって感じかな。俺の中ではなんかこれじゃない感ある。分からん、俺だけかもしれん。それはみんながどうか教えてほしい。俺はこいつはそこまで強いとは思わん。悪いけど序盤、まあ、火力が安定して出るのは強いけど、不安定要素が大きすぎるっていうのは、今までの極限、超極限か、全部そうだけど、ブーンの強さはない。間違いない。ゴテンクスの強さもないと思ってる。まあ、ブラック、極3レベルかな俺の中だったら。もう一人超極限来とったっけ。あ、ブロリーだ。ブロリーよりは弱い、絶対に。ブロリーはなんだかんだ言って立ち上がり遅いけど、ダメージカットもあるし、虹木玉による超強力なその味方のサポートがあるから、ブロリーよりは弱いです。ブロリーもなんだかんだ最初弱いって言われとったけど、俺の中では結構トップレベルに強いから、うん、はい、まあてな感じでいかがだったでしょうか。今回超極限したフルフリ使ってみました。僕の中では、まあ、10点中8点ぐらいかな、8点か 7.5 ぐらい。正直そうだな、ブロリーとかブーには及ばん。まあ強いかどうかって言われると強いですけども、そこまでめちゃくちゃ強いわけではないかな。ただまあ確かにね、最初の5ターンの間の 50% カットと先頭に置いた時の 30% カットの計 80% カットはでかいと思うよ。ただそれどうなんかなと思って、それ置いて火力を落としてまでそこに置く必要あるんかっていうとなんか微妙じゃない。それだったら別に真ん中 50% カットあるんだったら真ん中置いて火力出した方が良くないって思うけど、それ例えばそれを超えちゃうと先制に起きたいけども、相手がこっちが必殺前の先制で攻撃食らう場合はディフェンス 150% アップしかない状態での 50% カットなんで、それはちょっと危ねえ気がする。必殺打ては話は別なんだけど、そういった意味でもまあちょっと使いづらいキャラかなと僕自身は感じました。皆さんはどうでしょうか。また意見を教えていただければ幸いです。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。